題は9人この9人を、何通りの分け方があるか。A、B、C と、まあこの3人がいてと。アスター、俺が気づかないとでも思って。この後生徒指導室まで来い。くっそ、マジかよ、最悪だ。先生、アスターを注意する前にこの隣の人を注意するべきじゃないですか。やれ、ナイスだ。花山は学級委員長だからな。これぐらいであれば何も問題はない。雑魚だなこいつ。弱いぜ。なんだこいつ。相手にもなりませんね。スカッ、クッククよし、今日わざわざ放課後に残ってもらったのは他でも学級委員長に対しての新たなルールを決めることにしたからだ。え、マジかよ、なんだよこれ、どういうことだ、おかしいだ、なんだこれ。一つ、学級委員長に対しては敬語で接すること。二つ、学級委員長の決定は学校の決定だと思うこと、必ず従うこと。これらを破った者には厳しい処分を与えることになった。ああもう限界だ。こっちいい加減にしろお前。そうじゃ、お前陰キャのくせに何様のつもりだ。やっちまった。あった、吉田、松本、お前ら3人は1週間の停学処分だそうだ。おはようございます。あれ、まだ誰も来てないの。おいおいおい、なんで今日次の本があんだよ。松さん、どうしたんすか、そんな焦って。ん、なんすか、その持ってるもの。あ、あ、いや、これか。いやいや、なんでもねえや。松さんがそんなに焦るってことは、それってまさか覚醒剤ですか。ちげえよバカ、お前そしたら俺大犯罪者じゃねえか。エロ本だ、エロ本。やばい、思わず言ってしまった。エロ本。さすがマスターっすね。スマップの悪ですね。マツさん、俺らにも見せてくださいよ。マツさん、独り占めはずるいっすよ。あ、ダメだろ、そんなよくねえよ。18歳以下の俺らが18歳以下禁止の本を読むなんて考えらんねえだろ。まさかマツさん、エロ本見たことないんですか。は？はぁ？おいよ、そんなわけねえだろ。マツさんはな、令和を代表するエロごとしなんだぞ。うわ、そうだよ、さ、よく言った。お待たせしました、お待たせしすぎたのかもしれません。って、なんでだよ。俺は今世紀体での告白不良だろ。おい、あ、そうでしたね。てか、待ってた、それより早く見せてくださいよ。まあ、もう分かってるじゃん、先見は俺が見るから。あ、まあ、まあ、待って。松さん、大丈夫ですか。早く俺らにも見せてくださいよ。どれどれ、俺がじっくり見てやろう。
に入ったんですね。あった大丈夫かあったあったもうこれしたコロセパラカンダえぇーよっくわダメ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 ダでもさすが松さんだな。あんな本見ても微動だにしないなんて。松さん、松さん。おい、龍、あれを見ろ。あつた、あれは東京タワーか何かか。いや、あれはスカイツリーだ。髪切れてお前よ。いつまで伸ばしてんだ。せーあざすあざすし今日早いっすね。あー、まあたまには遅刻しねえのもいいかなみたいな。びっくりして目が飛び出そうですよ。何です。3人とも、おはよう。よし、よし。あれ、まだホームルームの時間は早いんじゃないですか。ああ、実は聞きたいことがあってな。昨日、屋上でタバコの吸い殻が見つかったんだが、心当たりはないか。梶山先生、その、タバコっていうのは、何ですか。その言葉自体、初めて聞きました。僕たちは、何も知りません。くそ、結局松さんだって伸びなかったか。どうすればいいんだ。おはようございます。あれ、おすぐはどうしたんですか。そんな朝から頭が。ああ、実はよ、TikTok の動画がバズんなくて悩んでんだよ。面白そうなおもちゃ発見。ああ、なるほど。それなら、僕に考えがありますよ。はい。おう、考えが。なんだ。そうですね。まあ、緊張感があるところで、まあ、インパクトが強いかと思うんですよ。おお、なるほど。具体的には何かあるか。そうですね。まあ、例えば。カッコ A マイナス 2B のプラス 3C。 お腹痛いんでちょっとトイレ行ってきてもいいですか。あ、行ってこい。 3C2 乗の、これがカッコ閉じて、まあ、ここが一番、まあ、テストに出ると。テストに出ると。先生、戻りました。あつだ、それ何をやってるの。下履いてくんの忘れちゃった。あははは、悪ふざけが過ぎる。生徒指導室だ、行くぞ。ついてか、生徒指導室行く。あさおい、どっち。よし、これで OK。 これをすべて
よし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 よ